小島と別れを告げ、新たな天山伝説誕生でしょうか。タイトル戦線にも絡むことになりました。天山ツインタワーを引き連れて、黒いカリスマ城野正弘、黒いカリスマは新日本のカリスマ、いやプロレス界全体のカリスマになろうとしております。おい城野、よっきょら、てめえら両国の間打ちみたくシンクロだ、てめえ優勝してこいよ。俺が挑戦してるからな、てめえが面倒持ってこいよ。上がったな。城野を指名してまいりました天山。それにこうするか、城野ツインタワーを連れてやってまいりました。とにかくでかいこの二人、ドイツのセミファイナル6人タッグマッチ45分一本勝負を行います。長くは大阪出身110キロ、後藤達俊、ミスターバックドラップ、まずは後藤達俊、108キロ、ヒロー斉藤、ミスター先頭ヒロー斉藤、115キロ、天山ヒロヨシ、シングルプレイヤーとして天山ヒロヨシ。青くは2m30cm 200キロ、ジャイアントシン、とにかくでかいジャイアントシン、238キロ、ジャイアントシルバー、こちらもでかいジャイアントシルバー、56.18キロ、長野マサヒロ、最高のレスリングをよみがえらせろ長野マサヒロ。さあ小鉄さん、はい、大巨人が2人並んでおります。リングは小さく見えますね。小さいです。長野も188あるんですが小さく見えます。本当ですね、さあどういう一戦となるんでしょうか。天山の目は長野に向いている。あえて長野は先発を買って出た。そして天山だ。握手を交わすリアット、振り向きざま、さあストッピングで連発、目が刀を落としていった天山であります。両国との日米の一戦は IWGP の挑戦者決定戦になりました。小鉄さん、はい、今のアピールはですね、長野よ上がってこいと、そして俺とやれというアピールでしょうかね。そうですね。あーっと、あったのドロップ、前を切り返していった天山であります。あーっと、ラクがキック持っていった。長野、小鉄さん、はい、長野はですね、準決勝で安田とやりますよね。やりますね、安田も絶好調ですね。どういう戦法でいきましょうか。人間ゼロおかしなので、はい、そういう強い相手を倒すとしまって自信をつくわけですね、ですからうかうかしてられませんね、長野も。そうですね、なんとなんとこの、コーナーにジャイアントシルバーからですね、安田はギブアップを取ってますね。さあ天山と長野の絡み、45分の一本勝負、本日のセミファイナル、カニバサミバックを取ります。長野、さあどうか、アントニオ猪木から後継者と認められましたこの長野正弘であります。さあ天山、
厳しい攻め、そして平手打ち、さあボディへの一発、そして平手打ち、この辺りは一歩も引かない、逆に引けません、足を取ってきた。さあステップオーバーするか、シュはい、今外に待ってるでしょ、リングの中でね、はい、試合をしたくてしょうがないっていう感じですよね。はい、終わります。さあそしてSTF天下の宝刀コーナーで控えるツインタワー、さあこれを逃れていきました天山であります。8月16日対西村戦に勝利いたしますと3年ぶりのタイトル挑戦ということになります、この天山です。はい、バーバコローフリーカーに持っていく、はい、小手さん、序盤のこの2人の動きどうでしょう。なかなかねいいですよ、2人で自分でありますよね。はい、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 さあ完全に意識をし合っている2人、さあまずはシルバが入ってまいりました。とにかくでかい、238センチ、230キロ、いや230センチ、238キロあります。立ってる段が絵になりますよね。ありますよね。音が小さく見えますね、音も大きいんですがね、大きいですけどね、小手さんがですね、はい、常日頃から言われておりますが、いくら大きくても寝かしてしまえば同じと、はい、それを実践したのが先日の安田でしたよね。そういうことですね。しかし抱え上げた、2回からボディスラム、いやデッドリードライブでしょうか。はい、小手さん、はい、このシルバが回転エビ固めやった時はびっくりしましたよね。びっくりしましたね。今日はどういう戦闘なんでしょうか。アンドリマシからアンドリジャイアントですね、はい、彼が2メーター23ですよ。ビューまだ7センチですね。さあローキック、さあこれは有効的か、なんとこれを投げるか、これを投げるか、これるか、しかし余裕があります。俺には効かないぞと。さあ正面を向いた、何を持っていくフロントネックロックでしょうか。この大巨人がですね、本当にこの決めることを覚えたら大変なことになりますよね。そうですね、こういう、ね、ことをやるんですよね。蹴りを持っていく、足も48センチですから、ね、48ですか。はい、驚きますね。控え室って、ね、僕が測ったんですよね、でも僕と負担が違います、ね。来た、放送席の目の前、小手さん、はい、地震が起きたかと思いました。230センチ、238キロが落ちてまいりました。さあ今度はシンです、ジャイアントシン。小手さん、はい、このシンがですね、意外や意外レスリングができますね。そうですね、カレットですよ、シルバーとシルバーですね、行くよりも鳥が好きなんですね、食べ物。そうですか、すごすぎます。このツインタワーがですね、はい、IWGP のですねタッグ戦線に浮上してきましたらどうなっちゃうんでしょうかね。本当どうなっちゃうんでしょうね、でも十分にねエントリーするって、ね、価値ありますからね。ありますもちろん。さあジャイアントラリアット、単なるボディービル失速はありません。これを覚えてまいりました。さあ足を固めていく、200キロあります。二人が枯れていきますが、引いていないんでしょうか。
さあまるで大人と子供。小手さん、芯は足は何センチあるんですか。芯もですね、同じぐらいですね、48、はい、それだけで驚いてしまいます。さあまたしても天山と長野、今までのフラストレーションを全てぶつける、しっかりしておりますこの天山であります。さあ地獄突き、行動を起こしてタイトル戦線にも浮上してまいりましたこの天山であります。さあ中央の後藤です。バックドロップと声がかかりました。さあ今度はミスター先頭の広斉藤、上野に対しまして1対2。今日の心配はですね、はい、首ですよね。そうですね、首の具合はどうなんですか。まんまって感じですね。あ、そうでした。やってるんですね、はい、いいゲージでやってるんですよ。感じしないんですよ、騙し騙し。なるほど、直す方法いってないんですね。カウント2です。首やっていきます。広斉藤ベテランです。非常に攻めるのがうまいこの広斉藤。さあ天山の膝が待っている。さあまたしても小手さん、今日は天山がですね登場する機会が非常に多いですね。そうですね、それだけですね、はい、先ほど言いましたように張り切ってるっていうですね、はい、そういう感じあるんですね。そうですね、俺がやらなければっていう感じあるんでしょうね。はい、このタイですね、西村戦になりますね。タイトル戦になるためにはですね、はい、タイ西村戦注意すべきところはどんなところになりますか。どうでしょうね、技にですね、はい、惑わされないことですね。まずは自分のペースですね。そうですね、そういうことですね。さあコーナーに振っていった、そこに広斉藤がまずは飛んでいく、そして天山がいった、最後は後藤のラリアット左腕バックを取る。いやね、体をひねったんですが、ちょっとひねったんですけど、ね、危なかったですね。新ロックを持っていった、そして先頭さあ天山が行くか、ピンフォールを取るか、あーとこれは近く、よく見ていました。さあジャイアントシルバー、シルバーが入ってきた、ジャイアントキック48センチ、非常に大きな足。さあどうするか、抱え上げたカナディアンバックブレイカー、バットサイダーゼッチ2階から落とされましたね。あー、ダイアントプレス、これはきつい、しかし入ってきた。がダブルのラリアット、さあそしてチョークスラムか、チョークスラム、そして合体、合体がバックを取る、正面を向いた。さあどうする、振ってきたが抑え込んだ。さあセカンドロープにシルバーが上がって、これを勝ってもアウナー、ジャイアントプレス238キロ、圧勝。いやー、小手さん、はい、あれを見るのはたまりもありませんね。落としもないですね、ただですね、はい、この試合は長野と天山の絡みが非常に多かった、はい、前哨戦と言えるかもしれませんが、はい、非常に楽しみですね。そうですね、試合の内容もですね、はい、楽しかったし面白かったし、天山ですね、はい、長野がですね、俺がやらなければっていうのをねぶつかり合いますから、良かったですね。最後の近くがですね、交錯して非常にいい試合、はい。